はい、皆さんこんにちは、村長です。チャット GPT に注目が集まっている間にですね、皆さん画面にあるソフトのことを見たことがあるでしょうか。ブリューという字幕などを便利につけるソフトとして長く皆さんに愛用されていて、僕もとっても重宝に使わせていただいています。このソフトを久しぶりに開けてみると新しいバージョンが出ておりましてですね、今 0.14.8 というバージョンです。でも間もなく有料化が始まるんですけれども、ただしその有料化もある一定の量を使う方ということなので、まず安心して無料ででも使ってもらえますので、今日はとっても素晴らしくなった AI の能力、そして統一された操作性、この辺のところを皆さんにご紹介していこうと思います。動画初心者の人でも簡単に作れるという便利な機能が備わりました。まずは今日は第1回としてですね、全体の流れを説明します。そうでないととっても高機能になりましたので、1回では多分話しきれないんではないかなと思っています。まず新しい動画を作るときに新規で作成というボタンを押します。このソフトの素晴らしいところは、通常一番上部にメニューがありますよね。このメニューが通常はプルダウンメニューになってるんですが、そうではなくって2段階メニューになっていまして、1段下にこのように機能が出てくるようになっています。ではファイルの新規作成から始めてみましょう。こんな画面が出てきます。ここでですね、僕が一番今回注目したいのはこの New と書いてありますテキストからビデオを作成するというこの機能です。これをちょっとやってみましょう。これはですね、文章も考えなくていい、タイトルを入れるだけでいいという素晴らしい機能です。ここでちょっとやってみましょう。僕は最近、皆さんもご存知のようにチャット GPT を応用した音楽のアプリを作っています。それの紹介動画というのを作ってみたいと思います。はい、チャット GPT を応用したメロディーコード進行をアシストするウェブアプリ公開というタイトルにしました。この右の動画タイプの中からいろんなものを選ぶことができます。ここでは教育情報というふうにしておきましょう。そうしまして、通常はここで台本を作るわけです。こんな経緯で作りました、うんぬんというのなんですが、一度 AI に任せてみましょう。ここで AI で作文というふうにします。この部分が皆さんが注目しているチャット GPT とよく似た部分です。作るのにはこのタイトルではですね、ざっくりですけれども約30秒から1分ぐらいかかります。すぐに出てきましたね。はい、チャット GPT を応用したメロディーとコード進行をアシストするウェブアプリの公開。音楽制作においてメロディーとコード進行は重要な要素ですが、なかなか難しいものです。そこでチャット GPT 自然言語処理の機械学習モデルを応用した音楽制作アシスタントウェブアプリが公開されました。ここで例えば公開されました、僕の立場ですので公開しましたですよね。そういうところを修正しますので、ちょっと早送りをしますが、皆さん少しだけお待ちください。
はい、編集が終わりました。ちょっと飛ばし飛ばしに読んでいきます。このウェブアプリは適切なメロディーとコード進行を自動生成して提供します。チャット GPT が自然言語処理において高い精度を持つことから、その AI の能力を尊重スタイルコードという数値に置き換える世界初の試みに成功しました。このウェブアプリは音楽制作者だけでなく初心者でも簡単に利用することができるように設計されています。例えばユーザーが指定した既存の曲から似たようなメロディーとコード進行を生成する機能はとてもデッサンを得ています。このようにですね、これ僕が大方書いたんじゃないんですよ。だいたい2割ぐらい修正しただけでしょうかね。素晴らしいですよね。僕のソフトも知らないのに大方のことを言い当てるというか、ミディファイルとしてダウンロードができるとかですね、そんな話一個もしてないのにですね、これができたんです。素晴らしいです。じゃあ下の次へというボタンを押していきましょう。はい、次はですね、台本を読み上げる声優を選択してくださいということで、まあ日本語ですので日本語です。ここで男性にチェックを入れましょう。そうするとこんなような男性がありますけれども、年齢はそうですね、中年ぐらいにしましょう。そしてちょっと聞いてみましょう。どんな声かということですね。簡単で便利な動画編集、ブルーと一緒ならできます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 。はい。僕はケータという声が気に入りましたので、これを選択しておきます。そして完了をします。はい。これですね、こんなような絵ができるんではなくてですね、僕は音楽の話をしましたので、画像を集めているような状態です。チャット GPT を応用したメロディーコード進行をアシストするウェブアプリ公開。しばらくお待ちください。はい、このように写真もいろいろ考えながら当てはめてくれたわけです。さあ、ちょっとこれをですね、聞いてみましょう。チャット GPT を応用したメロディーコード進行をアシストするウェブアプリ公開。音楽制作においてメロディーとコード進行は重要な要素ですが、中難しいものです。そこでチャット GPT 自然言語処理の機械学習モデルを応用した音楽制作アシスタントウェブアプリが公開しました。このウェブアプリでは適切なメロディーとコード進行を自動生成して提供します。チャット GPT が自然言語処理において高い精度を持つことから、その AI の能力を尊重スタイルコードという数値に置き換える世界初の試みに成功しました。メロディーとコード進行を生成することが誰でも簡単にできます。また生成されたメロディーとコード進行は MIDI ファイルとしてダウンロードすることができます。これにより音楽制作に必要な要素を手軽に取得し、制作の効率化につながることが期待されています。このウェブアプリは音楽制作者だけでなく初心者でも簡単に利用することができるように設計されています。ユーザーはシンプルで使いやすいインターフェースからのようなイメージの曲と入力するだけでメロディーとコード進行を簡単に生成することができます。例えばユーザーが指定した既存の曲から似たようなメロディーとコード進行を生成する機能はとても絶賛を得ています。無料で公開しています。ぜひ使ってみてください。概要欄にダウンロードの URL などを提示しています。サウンドエンジニアが本業のソンチョミュージックスタジオが開発しています。どうですか？素晴らしいですよね。はい、今違う意味で AI の自動生成、映像生成というのも出ておりますけれどもですね、そういうなんかクオリティを求めるというようなものとは違ってですね、ビジネスとして一つの完成形、あとここに手を加えるとしたならば、今も最後の画面に出てますように行が2行になっているのを見やすく開業するとかですね、そういう風にしようと思っています。音楽用のとっても素晴らしい写真を追加してくれたり、
途中ではドラムの動画もありましたよね。もう出来上がってるじゃないですか。素晴らしいと思います。これの操作性のとってもいいところはですね、この一つのクリップと呼んでいますが、これにどんな BGM が使われたりというようなことがですね、ここで一目瞭然で見れるわけですね。そうしまして、この挿入というメニュー、そこで、まあ、例えばビデオを変えたいとか思うとですね、この右側にマイ素材を読み込んだりとかですね、それとフリーの画像、ビデオをこうやって選択したりとか、そういうことが簡単にできるようになっているわけです。もちろんここでこのように文字の種類や色というのも変えれますので、最後にはですね、仕上がった動画もお付けしますので、僕がこれからですね、少し時間をかけて編集したもの、それをもう一度見ていただくことになります。皆さんもぜひとも無料、そして多く使うという方は有料でですね、例えば次のランク、ライトバージョンというのはですね、月額900円、年額でちょっと割引がありそうですけれども、そのような形になっていますので、ぜひとも皆さんも取り組んでみてはいかがでしょうか。チャット GPT を応用したメロディーコード進行をアシストするウェブアプリ公開。音楽制作においてメロディーとコード進行は重要な要素ですが、なかなか難しいものです。そこでチャット GPT 自然言語処理の機械学習モデルを応用した音楽制作アシスタントウェブアプリを公開しました。このウェブアプリでは適切なメロディーとコード進行を自動生成して提供します。チャット GPT が自然言語処理において高い精度を持つことから、その AI の能力を尊重スタイルコードという数値に置き換える世界初の試みに成功しました。メロディーとコード進行を生成することが誰でも簡単にできます。また、生成されたメロディーとコード進行は MIDI ファイルとしてダウンロードすることができます。これにより、音楽制作に必要な要素を手軽に取得し、制作の効率化につながることが期待されています。このウェブアプリは上級者だけでなく初心者でも簡単に操作できるように設計されています。ユーザーはシンプルで使いやすいインターフェースから丸々のようなイメージの曲と入力するだけでメロディーとコード進行を簡単に生成することができます。例えばユーザーが指定した既存の曲から似たようなメロディーとコード進行を生成する機能はとても絶賛を得ています。無料で公開しています。ぜひ使ってみてください。概要欄にダウンロードの URL などを提示しています。サウンドエンジニアや DTM レッスンが本業の村長ミュージックスタジオが研究しています。